仙台市は新型コロナウイルスの影響で売り上げが落ち込み、新たなビジネスに挑戦している中小企業を支援するための補助金の申請の受け付けを始めました。今は、地域経済を再生回復させるために、動き出す時期であろうというふうに考えているところです。 本日そして今お話ししましたように、中小企業のチャレンジ補助金の申請の受付も発表させていただきました、ぜひご活用いただきたいというふうに思います仙台市の郡市長は、感染者が減っている今、地域経済回復のため、中小企業に前向きな取り組みを促したいとして、今日からチャレンジ補助金事業の申請受付を開始したと発表しました。 この事業は飲食店がインターネット通販を始めたりカラオケ店がテレワーク用の部屋を提供したりするなど新しい生活様式に対応した事業を展開している中小企業を支援するものです対象は今年1月から9月までの売り上げが去年や一昨年と比べ10%以上減少した中小企業や個人事業主で1事業者あたり最大200万円が支給されます 郵送やインターネットで申請を受け付けていて、期間は今日から来月26日までです。書類選考を経て、30件程度の事業に補助金が交付されます。